おいっす、こんにちは、おめるです。今回なんですけども、今回は遊戯、取り乱しました。スマホが落ちましたけども、今回遊戯王のキャラクターが強化されて、星7が全部強化されましたよっていうことで、まあ動画ね、昨日出したかな、動画の方で紹介させていただいたかなと思うんですけども、今回はね、遊戯くん主人公を使っていこうかなと思います。変身が20ターンでできるようになったんで、スキブがかなり積みやすくなったんじゃないかな。これで変身は簡単になったと思います。遊戯くんに、あれはね、リナの装備かな。で、砦を守る翼竜に、これが封印耐性がないので、クリボーの武器です。で、砦を守る翼竜に雲耐性をつけるためのこれね。はい。あ、間違えた。で、こっちの究極の遊戯くん。究極の遊戯くんはお邪魔耐性3つと、これで、クラマヤシャマルの武器。で、ヒエくんがミラーブレイドか。ミラーブレイドいらねえな。ちょっと待って、ヒエくんミラーブレイドはいらん。はい、ということで、ヒエくんには、遊戯のカード、オシリスの天空竜のカードをつけました。これも強化されましたね。封印耐性がついたのかな。はい、闇列強化も1個増えたっぽいね。で、この編成、遊戯3枚使ってるな。まあ、いっか。うん、いいよ。動画で見る分には楽しいでしょ？ということで、今回はマドゥと組み合わせていこうかなって思います。マドゥは、これ、こんな感じ。エミア、白ですね。はい、ということで、ちょっと使っていこう。初手編集に余裕で可能なはず。はい、これで、変身して、行くということで、これで行きましょう。固定ダメージもあるので、ね、適当に潰しときゃまあ大丈夫でしょう。マドゥーと組み合わせることによって、軽減がついたので 100% 割合にも耐えれますよということでね。ヒエ君があと2で溜まっちゃうな。まあサンダーホース、まあ悪くないけど、ただヒエの目覚めは使っていきたいんで、ここでしっかり使っていきましょう。で、こんなにスキブがなくてもマドゥーの遅延でどうにかなるんでね、正直。マドゥはかなり優秀です。で、これ、無効貫通組んであげた方がいいのかな？多分、無効貫通組んであげた方がいい気がする。これで結構、おー、火力はめっちゃ出ると思う。いや、素晴らしい。無効貫通組めばかなり火力が出る。今ので、どれぐらい出た？何ぼれた今、2億ぐらい出た。やばいね。はい、じゃあ、次、列でいきます。列で行ってみましょう。これただねー、いいんだけども回復力足りるのかな。さあ、これでも2000万ぐらい、うん、十分。 OKOKOK。 まあこんな感じでちょっとやっていこうかなと思いますので、ここ大丈夫かな。はい、無効貫通しないときついか。ここはちょっと耐えるか。ちょっとスキップですね。さあ、どうかな。いや、強い。いいですね。あ、余裕でしょ、こんなの。余裕。さあ、これでどうですか。いけますか。あー、いけた。誰、今誰がいけたのかわからん。神キラー多いな、このパーティー。ということで、この辺からやっていこうか。強い。もう一言で言うと、めちゃめちゃ強い。メタメタに強いね。ほい。回復力がね、まあ、高くはないなって感じだね。高くはないんだけど、まあ、低くもないから、はい、これぶっ倒していく。あ、全然火力出る。これでも何千万か火力出るからね。全然優秀。この消せないドロップ状態は、まあ、ここで使うのはもったいないね。こことかね、遅延刺していいんじゃないかな、マドゥーの。この先、マドゥーの遅延を刺さるって言ったら、ハマルとか、あの辺になってくるかな。あと1個。よし。とりあえず突破できたわけ。とりあえず突破はできた。オッケー。で、次が、ビッグフットか。間違ってなんか良かったかもな、ここは。ちょっと割合とかだったよね、確かね。はい。うわ、足りるかな。いけないかな、これで。いけないかな、ワンチャンいけないかな、これで。よいしょ、いけた。強い。向こう貫通力マジで半端ない。ドゥルガーね。ドゥルガーちゃんは、どうしよう。一旦もらいたいな、これ。回復したい。もうとにかく回復したい。一旦もらっていいかな。頼む。削りすぎんなよ。よし。よしよし、セーフ。危ねえ。
あぶねえあぶねえあぶねえ、こいつ敏感だからマジでダメなんよ。これ溜まりそうだしな。まあ、これ溜まん、使わなきゃいけないか。ここで使うんですね。使って、OK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 。これで、とりあえず一列突破は余裕だと思うから、回復ね。ちょっと回復しないとマジでやべえ。闇は置いときたいね。闇は一応置いてるつもり。置いてるつもりだけど、街がすごいからきっと、まあ、降ってきますよね。OKOKOK。でもまあ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 、闇は残った。これ突破する。OK。よし。ボス戦はいかに楽かよね。ボス戦がいかに楽か。さあ、来たよと。さあ、来ましたよと。この辺も、遅延耐性6にすればよかったかな、こっちも。まあ、ここも、火力は、凄まじいと思うので。あとは、どうしようかな。光を作ってもらって。よし、まあ、こんなもんでいいんじゃないかな。これでいけたと思います。オッケーオッケーオッケー。火じゃない。闇残しておいてね。おーしおしおし。強い強い強い。冷えとかも3000万出てるもんね。3000万で、神タイプにはめっちゃ刺すから。ここは大丈夫。ここはな、遅延耐性振ってくればよかった。回復キラー3突にしたから。めっちゃ遅延されるわ。マドゥーも刺すとこない。とりあえずここはもうワンパン案件。で、次が、あれだね。ヌーンとか、そっち系のフロアだよね。とりあえず闇作っとってほしいかもな、これ。なるべく。ちょっと間に合わないけど。間に合わないけどね。ほい。闇が6個あるね。オッケーオッケーオッケー。9個あったらなお良い。いや、本当に強い。回復力を除いてマジで強い。治療界ヌン。よーし、ヌン来た。で、次ヘラニクスの兄貴が出るから、ちょっと軽減が必要になってくるんだけど、あと2ターンか、これも。いや、もうここもなー、結構ターンが重いな。ヒエも遅延されまくっちゃってるわ。とりあえず回復だね。回復をしたい。回復力の問題どうやって解除したらいいかな、俺。黒百合ループとかかな。よし、まぁ、こんなもんでいいでしょう。十分足りると思う、火力は。おい。さあ、闇も。わー、ちょっと持ってかれた。よし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 。オッケー、こっからは、遅延耐性、遅延来なければ。よし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 。ここもブラマジガール打って、ワンパン突破いけるんだけど。で、操作できない状態。先制攻撃が次いつ来るかだな。わー、ちょっと回復がやばい。本当に回復問題がすごいんよ。回復問題がすごすぎるんよ。痛い痛い、死にます、死にますよ、このままでは。はい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 。お、回復めちゃめちゃ多い。神盤面、神盤面引かせていただきました。いや、ありがとう。これはありがとう。よし、こんなもんでいいでしょう。次雲だよね。で、この辺のスキルが溜まってしまえばマジで強い。マジで強いから。無効貫通ワンパン頑張ります。火力は本当にとんでもないはずだから、まあ、7コンボできればヒエがねより頑張れるんだけど、どうやったらこれ一番待ちになるんだろう。まあいいや、これで。はい、7コンボきた。もうこれはさすがに、これはさすがにもう遊戯だけでもなんならいけちゃう。よしよしよし、ブラマージガール2体いるし、はいはいはい。暗闇耐性はこっちの遊戯くんが 100% なんで大丈夫。お邪魔耐性だけ積んどってあげればいい編成だからね。これ5個ずつ生成だっけ。あ、5個ずつだ。これは強えわ。無効貫通したら、だって1コンボで君抜けるんじゃない ?2345。だってもうこんなん適当にしとけばさ、適当にしとけばこんなんで抜けるでしょ、多分。あ、強い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 。強い強い強い、窓帰ってきた。やめろ、あいつだけは。よしよしよし、無効貫通だな、お前。無効貫通はマジでね、全然雑魚。これ遊戯打って、遊戯が、火、水を邪魔。あー、もうめっちゃ変わる。あー、ありがとう。あ、終わった。終わった。これ終わった。
終わった無効貫通力多分半端じゃないからね、これも。はい、列も組んじゃったりしてね。はい、終わった7コンボ。はい、1億、やばい。火力が、回復力がちょっと怖かったけど、もうそれ以外の面では全然全然いける、全然いける。はい、無効貫通1コンボ。だって火力半端じゃない、20ピ落ちたし。いや、めちゃめちゃ強かったし、初手変身できるようになったから、もう簡単に、結構簡単に砦を守る翼竜とか持ってる方多いんじゃないかなと思います。結構一応ハズレ枠ポジションだったので持ってる方多いかなと思いますね。2体入れてあげるとね、ブラマジカールもかなり強いんでね、ぜひ使ってみてください。こんなガチガチの編成じゃなくていいと思うし、なんなら回復力はなんか他のキャラで補ってあげた方が強いかもしんない。黒いループこれに入れたら最強かな、オメガとかで。ちょっとそういう編成も今度思いついたら使ってみたいと思います。はい、ということで、とりあえず強化された遊戯使ってみましたが、めちゃめちゃ強いね、マドゥと組み合わせて。おすすめですので、ぜひね、ハロウィンマドゥと組み合わせてください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。